中途半端なお前に何ができるんだ。役者になるって東京出て飯も食わせらんないのに結婚までして子供ができたからって戻ってきたお前に何ができるんだ。新聞屋にとってもこの事件が明らかになりゃスクープだからな。白川にいるのこの人。3年ぐらい前から戻ってきてるらしい。山奥に住む変人だとよ。ダルマのヒーロー、ダルマのヒーローいいじゃん。誰なんだこいつは。相手の考えも読み取れるってことか。その通りだ。そっから離れろ。だからその二人を守るためにもこの町の危険を。ここは俺たちだけの町じゃない。